今日は2023年を振り返る意味でも、2023年の1月1日に作成したホロスコープから割り出された象徴的なタロットカードである牛車について振り返ってですね、見ていこうと考えています。元の動画は2023年の1月3日に投稿した動画になるんですけれども、興味のある方はその動画へのリンクを説明欄に URL を貼り付けておきますので、そのオリジナルの動画をですね、見ていただければと思います。今回はその今年の1月3日に投稿していた動画を、この年末にですね、内容を振り返って見ていってみようというものになるんですけれども、内容自体を詳しく説明するというよりは、どのようにホロスコープからタロットカードを割り出して、そしてそこから何を受け取っていけばいいのかというような大きなですね、流れを説明していこうと考えています。そして、その選ばれたタロットカードを考える際の注意点も同時にですね、少し説明していこうと考えています。と言いますのは、年明けに2024年1月1日0時0分のホロスコープを割り出しまして、そこから導き出されるタロットカードを発表するという動画を年明けに作ろうと考えていますので、その際の目安になるような補足的なですね、説明をこの動画で行っていこうと考えています。まずは簡単に占星術についての説明をしていこうと思います。占星術というのは、天体の動きや配置から個人の運命ですとか性格を読み解いていくという技法になるんですけれども、この占星術にはですね、いくつかの異なるアプローチがありますので、今回は個人のネイタルチャート、マンデーン占星術、そしてホラリー占星術の違いについて簡単に解説していこうと思います。まずですね、通常の占星術で使われるのが個人のネイタルチャートになるかと思います。これは私たちが生まれた瞬間の惑星の位置や天体の配置をもとにして、個々の運命ですとか特性を読み解いていくというものになっています。個人のネイタルチャートとは、その人の生まれた瞬間の星の配置をもとにして、見ていくアプローチのことなんですね。出生図と呼ばれる、その人が生まれた瞬間のホロスコープをもとに、その人の性格や才能、運命を読み解いていくというものになります。個人のネイタルチャートは、あなたがどの星座に生まれたか、そしてそれが持つ影響を詳細に探っていくのが主な目的になっています。個人のネイタルチャートは、あなたが生まれた瞬間の宇宙の座標での配置を通して、あなたの性格や人生の計画を知る手段となっています。一方で、マンデーン占星術っていうのは、社会や歴史的な出来事がどのように影響を与えるか、を注目するアプローチになっています。これは大きなコンテキストとしての社会全体の出来事を考慮に入れていくというものになります。マンデーン占星術とは、社会や歴史的な出来事が個人に与える影響について注目していくというアプローチなんですね。つまり個人の運勢の流れだけではなくて、大きな社会全体の流れや出来事も考慮に入れていくというホロスコープの解釈になります。マンデーン占星術とは、国家や組織、社会動向など世の中の大きな流れ、情勢を占う手法です。資源図、ナショナルチャートと呼ばれる、その対象の始まりの日のホロスコープをもとに、その対象の特徴や運命を読み解いていきます。個人のネイタルチャートでは、あなた自身の特性や運命を理解するということが中心ですが、
マンデン占星術では社会的な出来事や状況がどのようにあなたに影響してくるのかを見つめていきます。これを理解することによってそれぞれの個人が今生きている社会の中での適応力や影響力をどうすればベストな状態に置くことができるのかということを読み取ることが可能になってきます。最後はホラリー占星術についてお話しします。ホラリー占星術とはある特定の出来事や質問に対してその日の惑星配置から答えを導き出す手法です。質問者やその出来事が起こった場所、時間などの情報をもとにその出来事の結果やその質問に対する回答を導き出します。これはある瞬間の占星術的な配置をもとにその瞬間の出来事や質問に対する洞察を得る手法になっています。具体的な瞬間に焦点を当てるため非常に具体的なアドバイスや予測を得ることが可能です。このように個人のメンタルチャート、マンデーン占星術、そしてホラリー占星術は対象や読み解く方法が異なります。それぞれが異なるアプローチを持っていて異なる情報を提供してくれるんですね。どの占星術も興味深く自分自身を理解する手助けになります。個人のメンタルチャートはその人の性格や運勢を読み解くのに適していますし、マンデーン占星術は世の中の流れを読み解くのに適しています。ホラリー占星術は特定の出来事や質問に対する答えを導き出すのに最適な方法になっています。個人のメンタルチャート、マンデーン占星術、そしてホラリー占星術、それぞれのアプローチが私たちに与えてくれる知恵や洞察は異なってはいるんですが、どれもが自分自身を理解して未来に向けての指針を得る手段として役に立つものになっています。占星術を身近に感じることによって自分の人生や世の中の流れをより深く理解することができると思います。2023年1月1日のマンデーン占星術によって作成されたホロスコープはタロットカードの愚者を示していました。この愚者がどのように選び出されたのかを簡単に説明しようと思います。ここからはタロットカードと占星術のつながりについて、特にトートタロットがホロスコープと易経にも強く関連しているというお話をしていこうと思います。タロットカードは占いだけではなくて人生の道しるべとしても用いられる奥深いカードになっています。そのタロットカードと占星術は実は深いつながりがあります。タロットカードはそれぞれのカードが独自の意味や象徴を持っているんですけれども、これらの意味や象徴は占星術の星座や惑星、エレメントの属性などと様々な部分で関連性を見つけることができます。これはタロットカードと占星術が同じ原理に基づいて作られていることを示しています。この原理を理解することで私たちはタロットカードや占星術、易経をより深く理解し人生をより豊かにすることができるんです。ここからは具体例を見ていきますね。例えば皇帝、タロットカードの皇帝のカードはお羊座と関連しています。また恋人は双子座と関連していて、死神はサソリ座と関連しています。魔術師のカードは水星と関連していますし、女教皇、女性の教皇のカードですね。この女教皇は月を表すと言われています。この関連性をとてもわかりやすく示してくれているのがトート系のタロットカードになります。トートタロットの各カードの意味や象徴はクローリーの占星術や易経の知識に基づいて作られています。易経は東洋の古典的な占いの方法ですが、トートタロットと同じようにシンボルやアーチタイプを用いて人生の意味や方向性を示唆しています。
タロットカードと占星術、そして壁帳はそれぞれが独自の体系を持っていますが、その根底には同じ原理が存在しています。この原理とは、大きな宇宙のエネルギーの流れと個人の運命や特性の関連性に注目しているという点です。この原理を理解することで、私たちはタロットカードや占星術、歴史をより深く感じることができて、人生をより豊かにすることができると思います。これらが提供してくれる洞察は、私たちの人生に新たな視点をもたらすことができるからです。このヘブスコープとタロットカードの関連性を考えてですね、2023年の1月1日定時0分のホロスコープをまず作成しまして、そこに紐づいていたタロットカードは愚者のカードだったんですね。2023年1月1日0時0分の天体の配置をキャプチャーしたものがホロスコープとして現れてきます。そしてそのホロスコープから割り出されたものが愚者のカードになっていたんですね。2023年を振り返る意味でも、2023年1月1日に作成したホロスコープから作り出された象徴的なタロットカード愚者について、その象徴を満天占星術の観点から振り返ってみたいと思います。2023年はまさに愚者の象徴通りの年だったように思っているんですが、皆さんはどのように感じられますかね。愚者のカードにはサーカスのピエロが描かれていたことを覚えていますか。サーカスのピエロは冒険心や遊び心を象徴しています。また愚者のカードには崖から落ちるピエロが花を見つける場面が印象的に描かれていました。この場面はリスクを犯すことで新しい発見があることを示唆しています。タロットカードは占いや自己探求の手段として使われていますが、その象徴的な要素には様々な解釈が存在しています。今回は愚者に隠された謎めいたメッセージを探求していこうと思います。最初に登場するのはサーカスのピエロや道化師。彼らは社会の規範や期待から解放された状態、自由な発想や冒険を象徴しています。愚者のカードは時には慣習を打破して新しい冒険に踏み出す勇気を鼓舞してくれたりもします。またですね、このカードは示すように、愚者のカードは時折天王星と結びつけられています。天王星は革新と変革の星ですので、新しいアイデアや進化への探求心を表しています。サーカスのピエロや道化師は笑いを誘う存在として知られています。それは彼らが常識にとらわれず自由に自分を表現しているからなんですね。女性の踊り子もまた自由な動きで観客を魅了します。彼女たちは自分らしさや個性を表現することに恐れを持っていないんですね。2023年1月1日のホロスコープでは太陽と天王星がトラインの配置にありました。これはエンターテインメント業界に大きなエネルギーが流れることを示唆していました。新しい始まり、創造性、自由、革新を表していた太陽と天王星のトライン。そして一方、月と水星、金星、冥王星のスクエアは混乱、葛藤、破壊も表しています。これらのことから2023年はエンターテインメント業界において新しい時代の幕開けとなるような出来事、これまでにない斬新なアイデアや表現が生まれてくる可能性がある一方で、既存の価値観やルールが揺らいでいく年になる可能性も示唆していたと思います。既存のエンターテインメント業界の常識が新たな視点や解釈によって再発見されるかもしれない、またはエンターテインメント業界の構造やシステムに大きな変化が起こるかもしれないという状態を示していたかと思います。年明けにですね、2023年と同じように2024年の1月1日0時0分のホロスコープを作成しまして、そのホロスコープに紐づいているタロットカードを選出します。
そのプロップカードがどのようなカードなのかと、2024年1月1日0時0分のホロスコープのチャートもですね、公開いたしますので、興味のある方はその動画を見ていただければと思います。年明けに発表する予定です。ここからはその際にですね、注意してもらいたい点をご説明しようと思います。それはですね、タロットカードにはネガティブに思われがちなカードというものが存在するという点なんですね。タロットカードには時折不吉なように思われてしまうカードがあります。例えばタワー、トートカードですね、デス、死神のカード、ハングドム、釣られた男などのカードです。これらのカードは一見印象が悪いように見えると思うんですが、実は深い意味を含んでいるんですね。今からですね、これらのカードが持つ複雑な意味を解説しまして、総合的な判断が必要であるということをご説明しようと思います。カードの意味を深く理解するためには、単純な印象だけではなくて、その背後に隠れたメッセージを見つけることが必要です。例えばザ・タワー等のカードは一見崩壊や破壊を意味しているように見えるんですが、これは新しい始まりをもたらすプロセスでもあるんですね。時には現在の状況からの解放を示していたり、新たな道を切り開くチャンスを示している場合もあります。同じようにデス、死神のカードも恐れられがちなんですが、これも変革と再生を象徴していたり、古いものが終わって新しいものが始まるサイクルを示している場合があります。変化は時には不安定であるかもしれませんが、それは成長や進展の兆しでもあるんですね。またハングドマン、釣られた男も同じで、視点や価値観の変化を表しています。時には物事を別の角度から見ることで新しい洞察が得られ、問題に対して新しい解決策が見つかることもあります。つまりこれらのカードは一見不吉に見えるかもしれませんが、その裏には深い意味が潜んでいて、タロットカードを理解する際には単一のカードだけではなくて、カード同士の組み合わせですとか文脈も考慮することが重要になってきます。これらのカードが出てきた際にですね、不安や恐怖を感じてしまう人も多いと思うんですけれども、しかしこれらのカードは必ずしも不吉な意味を持つわけではないということをお伝えしたいんです。タロットカードの意味はカードの単独の意味だけではなくて、他のカードとの組み合わせやディーリングの状況などによっても変わってきます。これらのカードが出てきた場合には、一概に不吉な意味であると決めつけるのではなくて、総合的に判断することが大切で、それでは今年も残りあとわずかですけれども、次回の動画でですね、2024年1月1日0時0分のホロスコープチャートを元にした、そこに紐づいているタロットカードをお示してですね、動画で発表しようと思いますので、興味のある方はその動画をまたご覧になっていただければと思います。